こんにちは、おやじです。お昼ご飯、朝昼夜ご飯の時間ですね。今日は一食で済ませようと思います。お弁当はね、こちらを買ってきました。チキンカツ弁当、山菜おこわ。これがね、税込み408円なんで安かったんで買ってきました。それと若鶏甘酢唐揚げ、これ買ってきましたんで、これでやっていきたいと思います。それとね、帰りにね、ランドローム寄ってね、寄せ豆腐があったんでね、これにね、この間の明太なめたけ、これをね、入れて食べたいと思います。それではちょっと準備します。日本食券のとんかつソースがついてます。チキンカツですけど、はい、それではいただきます。チキンカツからいきましょうか。あれ、結構分厚いよ、ほら、結構な分厚さです。うん、柔らかい、あ、おいしい。うまい、うまい。今日はね、まあ、八街方面にちょっとドライブに行ったんですけど、そこのイオンに行ってきました。でね、ここのイオンはね、このね、八街のイオンにしかないね、鶏の惣菜屋さんみたいな、ちょっとおこわいきますね、山菜おこわ、焼き鳥だとか、うん、おこわとかね、赤飯とかね、このもち米が好きなのかな、私好きです。で、焼き鳥とか唐揚げとかチキンカツとかね、あとは鶏五目おこわ、そういう系のね、鶏を主体としたお惣菜屋さんで買ってきました。何せね、美味しそうだったってことと値段が安かったんで、うん、買ってみました。この明太なめこ、冷ややっこいってみましょう。めんつゆもかけてあります。うん、そもそも寄せ豆腐が美味しいよね。これうまいわ。これも半額で買ったんで50円ぐらいです。若鶏の甘酢唐揚げってます。ここで買ったのはね、初めてでね、普通の唐揚げ食べたことないんでね、普通の唐揚げを先に食べようと思ったんですけど、甘酢がちょっと美味しそうだったんでね、買ってみました。うん、うまい。ちょっとね、ごま油とかごまの風味がしてね、完全に中華系の味に仕上がっておりますね。うん、美味しいわ。で、本当はね、公園巡りしてたんで、公園で食べようと思ったんです。なんでこの生茶も買いました。ただね、途中でね、もうゲリラ豪雨、しかもね、比較的長く続いてたんで、さすがにね、まあ、ベンチとかも濡れてるだろうし、公園ランチはできませんでしたけどね。
しいわ、この甘酢唐揚げ。うん、味がいい。あんまり酸味の強いタイプじゃないですね。これは何かな、レンコンのハサミ揚げみたいなのが、これも美味しい。これでもね、タレがこれと一緒かもしれない。甘酢です。甘酢あん。あとこっちにごぼうサラダが入ってますね。うん。おいしい。本当はね、イオンの総菜の方のね、レンコンの天ぷらがね、すごい肉厚で美味しそうだったんでね。それも買おうと思ったんですけど、こんだけ食べれば十分かなと思ってやめちゃいました。じゃあちょっと食べていきます。